皆さんこんばんは。笑って暮らして医者知らず、私はアシスタントを務めます倉島奈美子です。どうぞよろしくお願いいたします。この番組は私たちが楽しく健康で笑って暮らせるような社会を作ろうという思いに共感したさまざまなゲストを迎えし、貴重なお話を伺いながら参考にしていこうという番組です。この番組の主催は中部大学特任教授武田邦彦先生です。先生今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、今回はですね、我々の健康の根幹になる食、まあ、食べるのをどうするかっていうものですけど、まあびっくりしましたね。はい、まあ、いやびっくりしたのは僕だけで、モーさん全然びっくりしてないでしょ。びっくりしたというよりは、あ、自分がこう肌感覚というか、体が体調がいいというふうに思っていて実践してきたことにちゃんと丸がついてきたっていうような実感ですよね。安心感みたいな。僕なんかこの年になる前、大体不健康、なんかヘルシーとかそういうもの自体は嫌いだし、はい、それ言葉がね、はい、それから母親からいつもこうしなさい、しなさい、これ食べなさいとか食べなさいと言われたものはほとんどまずいしということで、はい、まあ今日も柏原先生に最後いろいろなディスカッションをしてですね、はい、そうですね、総まとめをしたいと思います、はい、では改めましてご紹介いたします。前回に引き続きまして柏原先生のお話を伺っていきたいと思います。先生よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それでは早速先生本題の方に入ってまいりたいと思います。そうですね、まあ、あのずっと系統的に1回から4回までやりましたので、はい、5回目はですね、いろんな角度から、はい、あの何でも頭に入れるときはですね、まっすぐこう基礎からいくのと、もう一つはあっちこっちからいくのと、あの両方やらなきゃいけないですね、うん、それからよく僕 の知り合いなんかでですね、先生はすぐ理解しますが私は何回あっても理解しないんですよって人いるんですけど、実は僕は繰り返し繰り返したんですよ、うん、あの学ぶっていうのはあの慣れろっていうことであって、学ぶより慣れろなんですね。ですから、私なんかこう口で言うでしょ、よくテレビとか、はい、それ自分の口で言うものっていうのはもう繰り返し繰り返し慣れて、うん、慣れないとダメなんですよ、はい、学生なんかすぐ騙されてね、僕はわーっと黒板書くとね、先生すごいですね、いやそうだねって言うだけだけど、1000回もやってりゃね、書けるようになると。繰り返すことがやはり大切です、ね、大切です。それから今回のようにね、はい、あの柏原先生のような新しい概念のことっていうのは、はい、もう繰り返し繰り返し聞かないと、ね、なかなかね自分が実施するっていう方にはならないということで、ね、今日ちょっとダブることもありますが、はい、いろいろやってみたいと思います、はい、まず一つはあの、まあ、これは油と、あ、まあ、脂質と糖質っていうんですか、はい、一般的に食べたら太ると思ってるじゃないですか、はいはいはい、で食べる量を増やしたら太るって皆さん思ってるんですけど、はいはいはい、何を増やすかによって違うよっていうことで、うん、はいはい、これは、うん、あの私たちの教会 の理事をしている京大名誉教授の森谷先生がこのデータ使っていいよって言って、なるほど、あの教えていただいたものなんですけど、はいはいはい、9日間今までよりも 1.6 倍のエネルギーカロリーを取った場合、はい、どうなるかっていう実験 で、はいはいはい、で脂肪を増やした場合と、うん、炭水化物を増やした場合を比べてるんですよ、はいはいはい、であのやっぱり皆さん入れるのが増えたら太るってイメージですけど、はいはいはい、大事なのは消費の方なんですね、そうですね、はい、で脂肪を増やすと消費が落ちてるんですけど、うん、はいはい、炭水化物を増やすと消費が上がってるんですよ、はいはいはい、このグラフは非常に難しいグラフですが、こちらが脂肪ですね、脂肪をここのどこからポカッと増やしたと、はい、で次9日間増えた状態であると、こういう状態を作ると実は消費が減ってきてここが蓄積分になっちゃう、はい、だから脂肪を食べあの増やすと消費が減って太ると、はい、ところが炭水化物のはこっちで、この時点からドカーンと増やしてあとずっとこう行くとあの消費も増えると、だから蓄積が少ないと、はい、これはどうしてかっていうのも分かってるんですかね。あ、これが、ね、あの基礎代謝の方が上がる、基礎代謝が上がるから脂質の比率が高いと、はい、エネルギー消費しにくくなる、なるからことなんですね。なるほど。なので、うん、あの全体のカロリーの大きさは同じなので同じ、うん、その食事全体の割合を見た方がいい、はい、だからご飯とおかずのバランスっていう話をしていて、だからこれあの第3回とか第4回お話になったように、はい、ご飯を食べると痩せるっていうのは何かって言ったらご飯を食べたら消費量増えるからね。そうですね。で、うん、増やした最初はまだ消費が上がってないので、はい、この分はちょっと太ったように感じるんですけ けどちゃんと続けて消費が上がっていくと、はい、うん、太んなくなるし体温は高くなる、消化は良くなる、はい、筋肉もつくと、はい、こうなるわけですね。で
使う方がどんどん増えると、うん、食べても太らなくなるし、うん、むしろ痩せてきたりする、はいはいはい、なのできちっと集中して続けることが大事、うん、それ で、 ううで、ね、食べる断食っていうプログラムをやっているんですね。なるほど、それがこういうことですので、これはまあ具体的なデータは京都大学のデータですが、あ、データは京都大学のではなく、あ、そうですか、はい、海外の論文なんですね。あ、海外の論文ですね、はい、まあ、そういうふうにきちっと学問的にも裏付けられていると、はい、それからこれもあれかな、これも似ているんですね、はい、どうぞ。これも過剰摂取にした時にどう消費が変わるかっていうのを見ていて、で今までの食事通常食から、グッと増やした場合なんですけど、はい、この炭水化物脂質タンパク質のバランスを同じ状態で増やした時、はいはいはい、どうなるかっていうと、これがそれかな、あ、そうです、はいはい、こっちが増やした場合、はいはいはい、で摂取と消費なんですね、はいはい、で脂肪を増やすと脂肪全体の増やした時に、なるほど、分かった、糖質、炭水化物とタンパク質は、はい、先に消費されるんですよ、はいはい、で脂肪は消費されなくて余った場合ですね、うんうん、蓄積になると残るんで、カロリーたくさん取った時に体脂肪がやっぱ増えやすいのは、うんうん、脂肪を取ってる時だから、そうすると1回目にここでお話したように、日本人の全体のカロリーが減っているのに、はい、なぜ太るのが問題になるかっていうと、やっぱ脂肪の比率が高くなってると、はい、結局活動量が減って蓄積量が増えてくるってことになる。そうですね、でその時に、うん、結局脂質の割合が高いと、はい、消費も落ちる上にそこから残って、はい、しまう、ね、そういうことですね、内臓脂肪になりやすいっていう。だから単にカロリーがどうのこうなんて、なんでカロリーがどうのこうなんて指針を作るんですか。カロリーなんて指針作っちゃいけないじゃないですか。そこは私も厚生労働省に言いたいところで、そうメタボの指導指針も全部カロリーコントロールなんですね。カロリーを減らせって指導すると、そうご飯抜くのが一番簡単なんですよ。あ、そう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 、でもみんなそれでうまくいってない、うん、いってない、はい、それがその僕の知り合いの管理栄養士も言うように、全然違う方向に行っちゃうのはなぜだろうかっていう疑問になるわけですね、はい、真剣な人は。本当にそうですね。だからこれは空腹感の問題、自律神経の問題ですね、はい、これも随分いろいろお話になりましたけど、はい、別の角度から見るとどうですか。で食欲がやっぱりあると、はいはい、食べたくて太っちゃうって思う人が、食欲ありすぎて困るのっていう人よくいるんですけど、食欲があるのは健康の証で、食欲ない方が危ないじゃないですか。もちろん。ただ食欲が過剰だと良くないんですね。それは自律神経がやっぱ影響しているっていうことで、ここのバランス、ストレスが大きくてやけ食いをしたりっていうのがありますからね。そうですね。で自律神経がレプチンっていう食欲を抑制するホルモンを、はい、と関わってまして、うん、でこれが高脂肪食、油の多い食事をしてると、はいはいはい、レプチンの働きを弱くするんですよ。なるほど、それ余計食べたくなる。そうなんです。それが過食につながりやすいので、なるほどなるほど、油の多い食事をしてると、うん、止まらなくなりやすいんですね。うん、僕はだけど油物好きだから、まあ天ぷらとかうなぎとか、はい、カルビでしょ、はい、あ、豚の三枚肉とかご飯も一緒に食べてれば全然大丈夫です。あ、ご飯を一緒に食べたら大丈夫、はい、だけどもそうか、脂肪分って美味しいですからね。そうですね。だつい食べてしまいますが、はい、食べるのは全然問題がなくて、ただ油中心になると、うん、バランスが崩れやすい。なるほど、なるほど、ということですね。で自律神経のバランスもご飯を本当食べとけばそれによって活動量が上がってくるから、はい、まあ、脂肪なんかも分解しながら適切にやっていけるってことになりますかね。はい。で食欲をコントロールするホルモンっていろんな種類が、はいはいはい、そうですね、ここに、はい、膵臓ペプチド、ペプチド YY が GLP-1 っていうのがありますけどね、はい、で消化器官から出るものが多いんですね、はい、はいはい、なので、はい、胃腸の働きをいい状態にすると、うん、余計な食欲も湧かない、はいはいはい、まあ、難しいところを言うより もう胃腸元気にしとこうよっていうのがシンプルなところですね。でこの食欲を強くしちゃう、うん、更新させるホルモンにグレリンっていうのがいくら出るんですけど、うん、はい、このグレリンを抑える効果は炭水化物が一番大きいので、なるほど、適度に炭水化物を食べた方が過食を起こしにくい。なるほど。グレリンはだから食欲を更新させるということですね、はい、
それでそのそれが炭水化物を取るとグレリンの分泌が下がるってことはどういうことかっていうと、炭水化物がうんと体に入ってくると大脳がですね、もうそんなにグレリン出さなくてもいいよと胃に、指令して、はい、その結果抑制される、そういうことですかね。そうですね、うん、それで今、まあ、食べ順が流行ってて、はい、最後にご飯みたいになってますので、そうそう、あれおかず食べ過ぎちゃうんですよ。そうするとさ最初にご飯なので、まあ、定食とかは最初から三角食べご飯、そうそう、が過食を防ぎますし、あとは例えばコース料理も最初にちょっとご飯物がちっちゃく出てきたりとか、ちょっと甘いもの食べたりとかすると過食を抑えてくれる。僕ね、半年くらい前に新しい飲み方を研究した結果ですね、はい、飲み方ですか、食べ方じゃなくて、焼肉とそれまで焼肉を焼きながらビールを飲んでた、はい、ところがね、一番最初からね、ご飯、あ、ほらこの前、この前そうこの前ね、もう奥さんと会ったらそうだったでしょ、あれね、実はね、どういう時に発見したかっていうと、家でビール飲む時にご飯がね、非常にいいね、つまみになるってことが分かったんです、ご飯がつまみものすごくいいんです。これで僕ね、ご飯を食べながらね、いや前からそういう傾向があって、新幹線で弁当を食べる時に最初は固定観念があるから、おかずを食べながらビールを飲み、うん、終わったらご飯を食べてたの、うん、ところがね、ある時にご飯を間違って食べた、ね、本当はビールを飲む時にご飯食べた、そしてあ、ご飯食べちゃったなと思いながらビール飲んだ、美味しかったんですでビールとご飯って普通一緒に食べちゃいけないっていうのに違うんです、うん、ビールと一緒はね、うどんはねダメなんです。あ、分かりますね、ご飯はいいの、ちょっとよく分かりませんけどねだからすごいお腹空いた状態で飲み会とか行くと、うん、おつまみ食べ過ぎちゃうんですよ。あ、だったら、うん、お腹すごく空いてたら、うん、行く前におにぎり1個食べてから飲み会に行くと食べ過ぎないし、うんうんうん、太りにくいんですよ、逆に。先生はそう言っておられますが、僕の推薦はビール飲むときにご飯ビール焼肉屋ではビールとご飯一緒に頼みます私だから焼肉屋に行ったらビールとご飯と焼肉、はい、これがいいんですよ、はい、新幹線でビール飲むときも、ご飯を最初から食べた方がいい。もうご推薦、僕もご推薦適度に血糖値が上がると、うん、脳が あエネルギー入ってきたからもういいよっていうサインを出して、食欲が抑えられるっていうメカニズムがあるので、この血糖値が上がりすぎるのは良くないんですけど、徐々にはちゃんと上がってくる食事っていうのは、うん、逆にダイエットに効果的な食べ方になります。はい、今のを図にしたのがこちらの図ですね、うん、はい、でこの脳が食欲をコントロールしているんですけど、そこに影響を与えるのはもういろんなとこから出ていて、どこかだけじゃないので、まあ、そこをバランス取っていくのには、実は食べ物のバランス自体が食欲を、うん、出しちゃったり、うんうん、適度に抑えてくれたりっていう関係性がある、はい、まあ、そうですね。実は我々はもう大体200万年ぐらい前にですね、人間の脳が 1000cc を超えたぐらいの時に何が起こったかっていうと、大脳皮質、僕ら人類というのは非常に特殊な生物で、5000万年前から多細胞生物ができて初めて遺伝子の指令を脳が打ち消すことができるようになった人間な生物なんですね。例えばライオンなんか取りますと、ライオンは大体まあこれいろいろ計算の方があるんですが、遺伝子の持ってる情報が10の11乗ビット、これに対してライオンの脳が持ってる情報は10の12乗ビットで10倍多いんですけど、10倍ぐらいだと本能が要求することを脳が打ち消せないんですね。ところが人間は10の11乗ビットの遺伝情報に対して脳の情報が10の13乗ビット100倍になった。それがだいたい200万年前と考えられているわけですが、その時点でどういうことが起こったかって言ったら、大脳の大、これはね、これは脳なんですよ。大脳というのはここなんですね、この際、うん、この際の情報量が多くなって、この際の情報量、大脳皮質の情報量が全部下とあと遺伝子がこれにあるわけですけど、これ全部圧迫できるようになって、それで人間特有の
変な行動がいっぱい出るようになってるんですよ生物じゃないね、はい、それがまあ人間の非常に苦しみの一つになってるわけですね。でもっとこのぐらいひどくて、この外側にですね人工的情報っていうのがあるんですよ。今人工的情報、テレビ、ラジオ、ネット、はい、そういうやつがね今ね10の16乗ビットと言われてるんですね。そうすると本能が10の11乗ビット、それに100倍の13乗ビットが自分の脳で抑えてて、さらにその上に10の16乗ビット、この1万倍ぐらいの情報が抑えるんで、実はあのね先生がずっと言ってた、なんで食べたら太るとかいうなんでしょうねというのはね、その外側の多い情報が内側を押さえつけちゃう、うん、で押さえつけちゃうので視床下部なんかがあまり働かないんですよ、うん、で視床下部が働かないんでノイローゼになったり変な行動したりする人が増えちゃうわけですね。で実はあの宗教っていうのは何をやってたかっていうと、今までもそうなんですが、宗教っていうのは外側のこれを取るやつなんですよ、うん、取る活動なんです。でこの大脳脂質の情報を少し取ると中が見えるんですよ。でその中が見えるとどういうことになるかって言ったら、自分の身を犠牲にして他人に尽くしなさいとかそういうことになるわけ。なるほど。これでね、さらに今日ずっとのこの4回の話は、この外側にある10の16ビットの人工的情報がさらに変なことやってるわけ、うん、それで絶食がいいとかね、それから僕に対して先生は年取ってるのになんでそんなに食うのかとかねそういうその脳の外側の NHK、 だからそれを僕 NHK って言うんだけど、 NHK はすごく気をつけなきゃならないと僕は言ってるのは、 NHK が憎いわけじゃなくて、あなた方は人間に対して10の16乗ビットの幻想を与えてるから、うん、そこをね情報を流す人はよく分かってなきゃいけない。つまり例えば4K テレビ、8K テレビが出てくるってことはどういうことかっていうと、我々の本来の人間を圧迫する手段を与えてるわけですよ。ところが本人たちは全然そんな知識ないもんだから、別に映像が綺麗になったからいいじゃないかぐらいしか思ってない。そこにね、こういうずっと1回目から4回目で先生に話していただいたあのことが起こって、それで僕らはその10の16乗ビットの幻想の中にあって、食事を制限しなさいとかなんとかやられるので、競輪選手があんなふうに体変わったやつを変だなと思うわけ。あの情報のストラクチャーはどうなってるかっていう と、すごく面白いんだけど、要するに本能がこうだと言ってる正しい判断が、大脳脂質はまだ少しはそれに左右されてたね。それが昔のお役所さんなんですよ、はい、ところがその上に16乗ビットが来て、それで今度はダイエットだのやると、そうすると食べるとダメだとかいう変な情報で脳の情報が抑えられてる状態なんですね。だからさらにノイローゼになったりするっていう三重構造なんですよ。それはもう大変ですね。大変本当に大変、本来の体の状態を感じてやるって難しいんですね。だからね、余計にもちろんこれは他の性質もそうなんですけど、女性の方が一般的に自分の体に聞きながら行動するんですよ。ところが男はね、男の脳っていうのはね幻想で作られてるんですねですからね、男の脳の方が本能を抑制する度合いが強いんですよ実は。なるほど。でそれにおまけに男性はネットなんか見ますから、さらにがんじがらめになるんです。それがこの構造によく表れてるんです。ここね、みんなね、ここら辺なんですよ本当は。ここじゃないんですよ、情報がこう来てね、それでこうこれに来てインシュリン出たよとか満腹したよとか出てきて、これで判断して適正な体の運営っていうのは、この、視床下部、古い脳ですね、古い脳でコントロールされてるわけです。それから遺伝子と、それにこの新しい脳が来てさらに外側に来るから、もうか頭でっかちになっちゃって、本当ですね、それが非常に変なことになります。だから全然違いますが、これ朝食ですね。ちょっとこれも一緒に、はい、あとはただ取ると、はい、取り方ね、そうなんです、パターンが大事になるっていう、はい、朝食食えと、はい、一日の中では朝が一番影響が大きくて、はいはい、で朝って体温低いんですよね、はいはい、低い状態で一日過ごすと、うん、はい、エネルギー消費がすごく少ない、はい、でここに何を食べるかでも、うん、太陽の上がり方、エネルギー消費の差が変わりますっていうことで、こちらがエネルギー消費がどう上がるか、
で朝ごはん昼ごはんのパターンが一番エネルギー消費が高くて、なる赤が、はい、こっちですね、はい、赤が朝ごはん昼ごはん、朝も昼もごはんですね。あ、青は、緑は緑が朝パン昼もパンです、ね、あ、なるほど。黒、一番下の黒いのは朝抜いてるパターン。あー、なるほどなるほど。で昼に、うん、いっぱい食べてるんです。あ、なるほど。朝抜いた分、ほう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 。で、このもう一個のオレンジのは朝抜いて、これまた昼にパンをいっぱい食べてるっていうパターンなんですけど、だいたい普通僕なんかは昔ね、今違いますが、昔は朝抜いて昼うどんとかそばとか、うん、こういうんですね、はい、で夜は酒を飲むと全然ダメだまあでも、ここから変えることがすごい大事ですよね。なるほど、はい、でこっちの図は何ですかね。で同じような食事をした時に、はい、赤い方が血糖値の上がり方、血糖値の変化で、朝ごはんを食べると一瞬上がったように見えるんですけど、昼以降の血糖値が上がらないですね。あ、なるほど。ここでは一旦上がるけど、ここではここにさ、はい、あんまり上がらない、はい、で、うん、血糖値もエネルギー消費も1回の食事で見ちゃいけなくて、うん、朝の食事によって、はいはいはい、昼と夜の消費とか血糖値の上がり方が変わる、はいはい、セカンドミール効果とも言うんですけど、うんうん、朝食べると、うん、昼夜血糖値が上がりにくくなるんですよ。なるほどなるほど、なるほど、はい、で満腹感、黄色いのが満腹感なんですけど、はいはい、満腹感も朝食べると、はい、余計な、ま、うん、食べたくないと食欲が湧かなくなる、湧かなくなる。なのでご飯食べてる人っておやつあんまり食べないんですよ、はい、ああそうそう。でごもごさん全然食べない、はい、そんなに甘いものも欲しくないし、うん、こう食べたくならないんですね。ああ、でもそれがももこさんが太らない理由。いや、圧倒的にだからおやつを食べるっていう習慣、まあ、何かお付き合いで食べることとか、はい、いただいたら食べますよね。食べます、うん、でももうすごい食べないとリズムがみたいな、そういうのはない、はい、まあ、習慣化してる方も中にはいらっしゃると思うんですけど、はい、その習慣がまずないっていう感じですね、はい、でも大体そういう方はご飯食べる量が足りないんですよ、うん、でそこをちゃんと特に朝ごはんでちゃんと食べるっていうことが、うん、満腹感にも血糖値にも、うん、エネルギー消費にも全部にいい影響を与えるっていうことですね。なるほど。僕ね、今まで朝食、うん、朝食食えなんて全部嘘だっつってやってなかったのそれどうしかったらね、はい、文部省がね、朝食を食べる学あの児童と朝食を食べない児童と比べると、うん、朝食食べる児童の方が成績がいいと出した、はい、ありますね。もうそれが出て以来絶対そんな嘘だとつまりね、科学で一番いけないのは2つも3つも要素があるのに、その一つだけを自分の都合のいいように使うっていうのが一番危険なんですよ。因果関係はもちろんだから ね、 そのね、朝食を食べさせない母親というのは多分ね、教育全般にそれほど熱心じゃない場合が多いわけ、はい、それがもう見えてるのにね、それを抑えて朝食を食べれば成績が上がる、あなたねそういうやつやったらダメよと、こういうデータが欲しいんですよね、うん、だからデータがあれば僕なんかコロッと変わりますからこれ見るとなんか児童はどうでもいいけど僕は朝食食おうかなと。ただ朝食を食べるためにはすぐにはお腹が減らないでしょ。お腹が減らないのは前の日の夜の食事に影響があって、うん、そうそう、消化に時間かかるものを食べると朝お腹が空きにくくなるんですね。そうね、うん、はい、それに夜ね、特に僕なんか夜調子が良くなって女性なんかとクラブ活動してるでしょそうするとね、これからラーメン食べに行こうかとか言ってね、はい、夜の12時半頃ラーメンとか元気ですね。その時チャーシュー麺の方がいいとかちゃってね、翌日起きるとまだお腹いっぱいな、そうですね、もたれがどうせも、そうそう、なので、うん、朝食べるには前の日の夜の食事が大事で、夜の食事にタンパク質と油が多いと消化に時間かかってもたれるんですよ。あ、だけどね、はい、いや先生には反抗していけないけど北海道に北見市ってあるんです。はい、ありますね。あそこはね、12時を越して食べに行くのは全部焼肉、焼肉の街ですもんね。それがねあそこで焼肉はね、僕最初もものすごい抵抗ありましたよ、うん、これからラーメンかなと思ったらね、みんなで焼肉食べじゃんところが結構朝ねお腹減ってます。あ、肉っていうのはもたれる意味もあるけど消化が早いっていう面もあるかなと、うん、ありません？ご飯も一緒に食べてました。ご飯も多分食べてたと思う。焼肉だけだともたれがちなんですけど、ああご飯も一緒に食べるとそれは軽減されますね。軽減される、はい、まあ、だけど、まあ、本質的には
そうそう、そうですね。まあこんなこと言うと僕のだけになっちゃうんだけど、よくね、寝る前は食べるなとか言うでしょ、はい、だけど食べてから寝るのっていいんですよね。私も夜はちゃんと食べなさい派で、遅くても空腹で寝るより食べた方が良くて、夜エネルギー入れずにエネルギー不足のまま寝ると寝てる間の体温下がるんですね。ああなるほど。で寝てる間の何もしてない時の消費ってすごく大事で、ここが下がってると痩せないんですよ、うん、なるほど。これはボクサーの減量の時に必ずチェックするんですけど、なるほどね。それには夜ご飯抜くと、うん、寝てる間の消費は上がらない、ぐっと減っちゃうからね。そうなんです。もう脳がね、はい、もう胃にも何もないから、お前ちょっと消費やめろよってなっちゃう、はい、もう省エネモードになってしまうので。なるほどなるほど。寝る前は、うん、遅くても食べた方がいい、うん、なるほど。ただ何を食べるかでは、やっぱ痩せたかったらなるべくご飯と味噌汁だけでいいんだ。あ、そうね、おかずを減らす。あのね、ご飯と味噌汁だけね、夜中食べるとすごく寝やすいですよ。そうなんです、うん、で体も冷えなくて、なるほど。で朝空腹になりやすいんですよね。ちょっとクラブの女性と今度夜中行く時何を食ったらいいか、寿司だね。夜やってるおむすび屋さんとかお茶漬け屋さんを増やしたいんですよね。なるほど、なるほど。締めラーじゃなくて、締めご飯をしやすい環境を作りたいです。なるほどね。あとは夜できる場所でいうと牛丼屋さんです。ああなるほど。牛丼屋さんは夜中でもやってて、やってますからね。でも牛丼じゃなく定食の定食の方が、うん、あと私は飲んだ後だとご飯だけと味噌汁、うん、豚汁とか、うんうん、上に肉乗っけない白ご飯くださいって、うん、なるほど、なるほど。オーダーをします。ああ、はい、いやね、今度初めてね、柏原先生と話してね、はい、僕なんかねすぐ栄養の人とかね、環境の人がね、あ、健康の人がね、そんなの先生ダメですよって言うんだよ。だけどね、そんなこと言ったって僕には食習慣があってね、夜中お腹減ったら味噌汁と米を食べるとご飯食べると美味しいと、はい、しかも健やかに寝れると、はい、だから朝はね、僕はこの頃どうしてるかって言ったら、少し動いてから食事を取るようにしてます。あ、はい、これはね、少しのはね、ほんの少しでいい。普通ね、女性がね朝食べれるのは多分ね、こう台所やったりするから、はい、で僕はそれしないでしょ。直接起きてすぐ食堂だからダメだからっつって、うん、雨戸を開けに行くんですよ。あ、はい、2つだけ、2つだけ開ける人あるか、2つだけ開ける、はい、雨戸ガラガラ開けてやっただけでね、うん、食欲は食べられますね。あ、そうですね。寝てる時ってやっぱ体温下がってて、はい、そうそう、動いて体温が上がる、うん、血流が起こると、うんうん、胃腸に血液が流れると消化が良くなって食欲湧くんですね。なので寝起きすぐよりちょっと運動までいかなくていいんですけど、ちょっと体を何か動かして食べると、僕なんか今雨戸を2つ開けるだけで朝食べれるようになりましたからね。だいぶ変わってきて、だから僕みたいな、いや桃子さんみたいな優等生だけがね、こういう話したらダメなんですよ。そうですね、劣等生の話をして比較対象があるっていうことをね、具体的に見せるっていうことがね、説得力増しますよね。いや、この5回にわたってですね、まあお忙しい先生に来ていただいて、ずっとこの食というものをやってきたんですが、私はこういう話聞いて初めて満足しました。っていうのは、その去年の2回の研究会もそうなんですが、どうしても一般の研究会というのはこれですよという宗教的なもの説明なし、うん、それからそれをもう押し付けてくる。で僕なんかは、いやちょっとそれできないんですけどって言ったら、それはあなたもダメですよ、死になさいよってこういう感じになるからね。そうするとやっぱりダメなんですよね。それから先生言われたように、いやいや美味しいことがやっぱり人生は楽しくしますからね。だからまずいもの食えって言われてもね、はい、ちょっとこれもできないと。いや、それはもうね、かえって健康にマイナスだと思います。マイナスでね、はい、まあそういうことで、はい、素晴らしかったです ね、 そうですね。5回にわたりまして、先生にはさまざまな、まあ、食べ方、あとそういう炭水化物の取り方っていったところでは、ね、まあ、初めて聞いたっていう方もね、あった概念だとは思いますけれども、はいはい、ぜひ参考にしていただいて、また詳しく知りたいという方は先生の何かホームページですとか、何か検索するようなサイトというのがありますか。柏原幸男メルマガやっていただくと、はい、メルマガ、あと幸男、はい、チャンネルっていう YouTube のチャンネルをやっています。柏原さん、幸男、はい、って言われましたんですか。あ、はい、ゆきよです。あ、そうですか。ゆきよチャンネルっていう、はい、番組と、なるほど、あとはメルマガで、はいはい、情報発信しております。なのでそういったところ合わせまして参考にしていただければと思います。
それでは次回また違ったゲストをお迎えしての回になるかと思います。笑って暮らして医者知らず、柏原先生の会は今日が最終回ということで、はい、また改めましてそういった機会がありましたらぜひお話を伺いたいと思います。それでは改めまして笑って暮らして医者知らず、今日はここまでです。皆さんありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。Yeah.